副総理と、政策を戦わせるということで、小沢さんがその設立に関わったと、政治に関わったということを伺ってますが、実際その制度を作ったのは小沢さんなのかということと、昨日その中で、谷垣自民党総裁、山口那津男公明党代表ともに、小沢さんの名前を出すことによって承認喚問に、来てくれというような出せというようなことを言ったんですが、それについて2点なんですが、いかがでしょうか。はい、私はどんな場であっても、どんな機会であっても、すべて包み隠さず申し上げておりますから、国会にまでもこういったスタンスを皆さんの前でもいうことはお召しですが、その意味では一向に構わないんですけれども、ただ今私の場合は検察審査会で強制起訴、起訴という同じ言葉で呼ばれちゃいますので、お会いだって言われがちなんですが、指定弁護人の言葉を借りれば、制度としてそういうものがあるので、そうしたんだということでございますけれども、そういう状況にいずれにしろ、法判定で、国会ももちろんみんなが見てるんですけれども、法判定はもう全く全て崩壊の場ですので、そこの場で、事実関係が明らかにされると。それからもう一つは筋論として、三権の分立という憲法の理念があります、まあ、もう一つは同じ憲法理念の基本的人権の尊重ということがあります。ですから同じような類の問題で、司法は法廷の場でやっていることを同時並行的に立法府がやるということはいかがなものかという筋道の議論は、私もそう考えております。一般論としては私はどこの場でも何の場でもそういうふうに時間も隠すことはありませんので、構わない。一般論としては主張です。党首討論は小沢さんの制度を考えられたというのは、そうです。自由党の時に、新聞テレビからからかわれながらも、もう必死になって、その制度を作ったということです。それからもう一つは、官僚支配を国会の場からなくしていこうということで、政府制度の廃止をやったんですが、まあ、その後、自民党政権の中で、韓国の政治になった、昔と同じことに、名前だけ変わって、昔と同じようになってしまった、それは現状でも続いているということですが、まあ、なかなか、イギリスだって何百年かかって、日中にはようやく政治に来たので、急に、様変わりになるというわけにはいきませんけれども、一つずつ前進していけばいいなと思います。はい、あと20問ぐらい私が質問しようと思ったんですが、議案が来るんで、ここで会場の皆さんから質問を受け付けます。じゃあ、畠山さん。フリーランスの畠山道夫と申します。明日2月11日はですね、石川智弘代議士、小沢道夫に勝手に務めていらっしゃったんですけれども、民主党を離党してちょうど1年になりました。石川代議士は、検察による不当に任命で離党したわけですけれども、小沢さんは、検察審査会の議決による、強制起訴ということで、まあ、どちらも起訴されたわけですが、推定無罪の原則からいけばですね、違いはないというふうに思うのですけれども、なぜ石川さんは、まあ、離党されるときにですね、小沢さんを引き止めずに、今回小沢さんはですね、党の中に留まっているのかと、親分として少し格好悪いのではないかと思うんですけれども、そのことについて、お話を伺えればと思います。さっき申し上げた通りでございますが、一昨年の3月に
突然強制捜査が開始されました。その意味では非常に異例の捜査でした。その中で、また昨年岸田議員はじめ、今お話の通り起訴された2人ですけども、まあ、彼は無実、無罪を主張し続けてきておりますけれども、一応捜査当局による、検察当局による起訴ということを多く見て、そういう処置を取ったんだろうと思います。まあ、私の場合は1年以上の強制捜査の中で、結果として、何も不正はなしということで、不起訴になっておるわけです。それで検察審査会という仕組みが、ありまして、まあ、それは素人強制か、どこに進むのかよく分からないですけれども、全く秘密のルールの中で、捜査がされたわけでもないし、どういう判断、基準かもよく誰もわからないんですが、いずれにしろ指定弁護士さんの言葉じゃないですけども、制度があるから起訴したんだという言葉に強調されますように、その意味では捜査当局ではまた起訴なしということになりましたので、同じ基礎という言葉なものですから、基礎は基礎じゃないかという話になっちゃいますけれども、それは法律的に違うものではないかと思っております。はい、ちなみに強制基礎は、弁護士の郷原さんはアマチュア基礎と呼びました。続いて手を、じゃあ、井田さん。週刊金曜日編集部の田と申します。よろしくお願いいたします。前回ですね、グランドキャニオンの話を伺います、はい。で、小沢さんに実は相当政策中であるということは、もうこの間記者会見でいわゆる政治家の問題しか聞かれないので、知られないと思うんですけど、今の日本を立て直すためにですね、どういった政策が一番大事と思われているのか、ちょっと漠然とした質問ですけれども、そこをお聞かせください。マニフェストを見直した話がリバタップというのが冒頭にありましたけれども、どういう政策を取っているのが、この今の大変な社会状況の中で日本のためになるのか、ちょっと大きな質問ですけど、よろしくお願いします。個別政策云々というよりも、さらにその背景にある、どうしたらいいかということだと思いますが、基本的にはやっぱり自立した日本人自身が自ら自立した個人にならないと、この問題は解決しないだろうと思っております。国家や社会は自立した個人のその意思によって、いろいろ活動する。それができる限り自由に、できる限りその個人の活動をエンカレッジする、サポートする、そういう仕組みを基本的に作ってやるというのが社会や国家の仕事だろうと思っております。ただあくまでも自立した個人というのは前提にないと成り立たない、それはそして民主主義が成熟しないという結果になってしまう。これに関連すればケネディ大統領の就任の演説が有名ですが、国家が国民諸君に何をなっているかということではなくて、国民諸君が国会社会に何ができるかということだという